アメリカ海軍が攻撃型原子力潜水艦を釜山の作戦基地へ入港したとの情報をキャッチしました。今回はこの攻撃型原子力潜水艦スプリングフィールドの入港のさせた思惑を詳しく見ていきますね。トマホーク発射可能で、その射程は3000キロと広範囲なものです。北朝鮮だけでなく中国北京まで届きますね。近平への警告も。北朝鮮による複数の弾道弾や巡航ミサイルの発射が繰り返されている状況下、この2023年2月23日にアメリカ海軍の太平洋艦隊に所属する攻撃型原子力潜水艦が韓国南部の中核都市である釜山の港への入港を果たした。この情報は入港より2日後の2月25日にアメリカ海軍側が自ら写真とともに SNS 上において公表したものであり、通常時には行動そのものが厳重に秘匿されることが常である潜水艦についてであるため、一部で注目を集めている。アメリカ海軍側がこうした情報をあえて提供した背景には、威嚇行為としてのミサイルの発射を止める気配のない北朝鮮に対し、アメリカが強力な対地攻撃能力を持つ潜水艦を近隣の海域に配置していることを突きつける意図があると考えられる。戦略型原子力潜水艦のように、核弾頭を搭載可能な SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載しているわけではないが、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦は、多数のトマホーク巡航ミサイルを搭載しており、強力な対地攻撃能力を実現している。今回、釜山に入港を果たした、攻撃型原子力潜水艦が搭載しているトマホーク巡航ミサイルも、最大射程距離はおよそ 3000km を超えているとめされており、北朝鮮のいずれの地域へも容易に攻撃を行うことが可能となっている。さて、ここで釜山への入港が今回明かされたアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦とは、ロスアンゼルス級の50番艦にあたる、スプリングフィールドであり、現在はハワイの真珠湾を母港としている艦艇である。ロスアンゼルス級はアメリカ海軍の攻撃型の原子力潜水艦としては、現行の最新型の2代前にあたり、次がシーウルフ級、その次が現行のバージニア級となっており、かなり古い艦艇であることは純然たる事実である。このロスアンゼルス級は、攻撃型の原子力潜水艦としては、アメリカ海軍に止まらず、世界で見ても、単一の括りでは、最大となる全62隻が、1972年から1995年にかけての23年間で建造されたが、すでに、半数以上は、退役を終えている状況だ。ロスアンゼルス級は、製造された時期によって、3つの種類に大別され、それは、古い方から、フライト1で31隻、次に、フライト2で8隻、最後が、フライト3で23隻となっており、スプリングフィールドは、フライト3に該当する。スプリングフィールドは、水上排水量が6300トン、水中排水量が7147トン、全長が 109.73 メートル、全幅が 10.3 メートル、喫水が 9.75 メートルの規模を誇り、もともとは大型原子力航空母艦に随伴する潜水艦の一隻として建造された。この艦隊に、スプリングフィールドは S6 ギガ型と呼称される加圧水型の原子炉1基を搭載しており、最大出力で3万馬力、水中の最大速力が31ノット、潜航深度はおよそ450メートル強に達すると公表されている。ロサンゼルス級の場合、主兵装は、フライト1では533mm 魚雷発射管4門となっているが、フライト2、および3では
これに加えて、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦艦、12機を実装しており、対地攻撃能力を格段に向上させている。こうしたロサンゼルス級のフライトに、及び、3で実現されたトマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦の搭載という設計は、最新型のバージニア級でも踏襲されており、いわば、今のアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦の標準仕様となっている。この12機のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦の装備により、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦は、当初の目的であった、大型の原子力航空母艦の護衛という任務に限らず、単艦でも対地攻撃任務に対処可能となっている。こうした攻撃型原子力潜水艦からのトマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃という手法は、1991年の湾岸戦争以降に実際の戦闘で使用されており、後のイラク戦争をはじめ、多くの中東での戦いにおいて、実行に移された経緯がある。今回のスプリングフィールドの釜山への入港でアメリカが示そうとした力もまさにその高い対地攻撃能力にあると思え、その気になれば北朝鮮のあらゆる地域を攻撃可能だと知らしめる効果を狙ったものと言えるだろう。ただし、そうしたアメリカ側の意図が北朝鮮に今後のミサイル発射を思い止まらせる方向に左右するかといえば、正直なところ、そのような展開には結びつかない可能性の方が高いのではないかと、個人的には感じられてしまう。すでに、北朝鮮は、2017年のミサイル乱射や、核開発の再開疑惑等で、国際的に可能な経済制裁等は、ほとんど受けている状態であるといえ、そうした状況下においても、むしろ、各種のミサイルの開発を推進することに、活路を見出している、感すらある。憂慮すべきは、ロシア・ウクライナ戦争において、通常戦力による、ウクライナの打倒がますます困難だと、ロシアが判断し、不足が伝えられている、榴弾砲の弾薬などの入手を、ますます北朝鮮に依頼する、事態ではないだろうか。そうした状況が加速した場合、北朝鮮は、見返りとして、ロシアからの核兵器や、ミサイルのさらなる技術の提供を受ける可能性も高まり、これまで以上に輪をかけて、それらの兵器開発と実戦配備を強める恐れが生じるかもしれない。そもそも、北朝鮮が核開発を推進できたのも、1991年に旧ソ連が崩壊したことに乗じ、その混乱の中で旧ソ連が保有していた核技術を北朝鮮が入手したことがかねてから指摘されており、今の世界情勢の展開もかなり似た感が否めない。さて、話をロサンゼルス級のスプリングフィールドに戻せば、同艦は1993年1月の就役と、実にすでに30年もの長きにわたり運用されているが、この同時期に日本の海上自衛隊で建造されていたのはハルシ大型潜水艦である。ハルシ大型は1987年から1997年にかけて全7隻が建造された通常動力型の潜水艦であるが、海上自衛隊では2009年から2017年にかけて全隻が退役、うち3隻が練習用の潜水艦へと艦籍の変更を受けて、今も活用が行われている。ハルシ大型の次級にあたるのが親潮型であるが、こちらが2023年2月時点では、海上自衛隊の実戦配備中の潜水艦では、最も旧式な艦となっており、全11隻中、すでに2隻が、やはり、練習用の艦に変更され、現役は9隻となっている。
それを考えれば、アメリカ海軍のロサンゼルス級の運用期間は、実に長年に及んであり、今も収益を継続しているサイコさんのフライト2で、34番艦のシカゴは、1986年10月の収益のため、実に37年も経過している状態にある。まあ、このシカゴを含め、今年2023年中には退役が予定されてはいるものの、未だ退役の時期が未定のロサンゼルス級は17隻にも上り、その多くが太平洋方面に配属されていることもあり、中国を睨む中ではまだまだ減らせない状態が続くのだろう。アメリカ海軍の最新の攻撃型原子力潜水艦はバージニア級であるが、こちらも今はフライト4が建造中であり、続くフライト5にも着手が始まり、現時点では少なくとも30隻ほどが合計で収益するであろうと考えられている。最近のバージニア級の建造ペースはほぼ1年に1隻という形であったため、老朽化したロサンゼルス級の代替にはまだしばらくの期間が必要と思われ、以後は年2隻のペースに移行する予定とみられており、急激な増加は望むべくもない。そのためアメリカ海軍は自前の攻撃型原子力潜水艦の代替にも腐心しているのが現状であり、オーストラリアとのオーカスの締結に基づく潜水艦の件もこのバージニア級がすんなりその座に収まるか否かは未だ判然としていない。